アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、一度は離れた仲間が戻り、脇を固め、並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年10月30日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 2022X リーグディビジョン3ウエスト B ブロックの一戦になります。リードエフォートエールズ対トライスターズの一戦が行われます。試合開始はその前の試合の影響もありまして予定を変更し16時10分キックオフ予定です。まもなくその試合開始の時を迎えようとしています。両チームの紹介をさせていただきます。手前側ホームスタンド側に陣取っております。本日はカラーネイビーのユニフォームをまとっていますのがリードエフォートエールズ。2019年に新規加盟した新鋭チームです。その勢いを買って昨年一気にさまざまな選手を集めてのオールインに近いリーグ優勝を果たしました。そして X2 昇格を目指し奮闘しておりましたが、その入れ替え戦あと一歩のところでその思い届かず、今季その仕切り直しリスタートとしてこのシーズンに挑んでおります。現在1敗を堅持しており、優勝の権利を持ったまま今この立場を保っております。対しましてバックスタンド側に陣取りますのがトライスターズ。1974年に創部した古豪クラブチームです。その発足はプライベートリーグ、いわゆる草アメリカンフットボールリーグを発足としておりまして、社会人に途中から参戦してきたというザイヤから上がってきたアメリカンフットボールチームです。その成り立ちに沿ってさまざまな大歴、さまざまな選手、さまざまな人材が集まってくるチームでもあります。またアメリカンフットボール普及にも勤しんでおり、今は病室に長期滞在入院し外へ出られないその子どもたちに対して、その病室とフィールドをつなぐホスピタルフットボールという活動にも参加しております。活動拠点は淀川を中心にさまざまなリーグと関わりを持ちつつ、その存在をアメリカンフットボールに名を刻み貢献しているチームでもあります。この両雄による一戦が間もなく行われます。試合開始までしばらくお待ちください。両チームサイドラインになりまして、まもなく試合開始の時を迎えます。早速コメントありがとうございます。花様、お疲れ様、ありがとうございました。おそらく前の試合をご覧いただけてた方々かと思います。本日もその前にありました2試合を配信させていただきました。アーカイブも残っておりますので、ぜひお時間許す方々はぜひこちらもご覧ください。さあ両チーム審判団の手招きにおりまして、中央に挑み出てまいりました。まもなく試合開始の時を迎えます。令和4年10月30日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエキスポにて行われる X3 ウエスト B ブロックの一戦になります。手前側に陣取りますのがカラーのユニフォームをまとっておりますリードエフォートエールズ、奥側にありますのがビジターユニフォームホワイトをまとっていますトライスターズとなります。前半リードエフォートエールズレシーブ、トライスターズキックオフ、リードエフォートエールズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式表示で行われます。
両チームサイドライン両サイドに敷きまして、まもなく試合開始のキックオフを迎えます。そのキックオフを務めますのはトライスターズの13番の選手が行います。トライスターズ13番は中塚、森宮医療大学出身のルーキーです。アメリカンフットボール未経験ながらこの X リーグ参戦となりました。そのリターンをいたしますエールズリターナーは19番が配置されています。19番は左近、摂南大学出身。さあエールズリターンに入ります。さあ右に抜けていく、前が空いている、タッチダウン。なんとエールズキックオフリターンタッチダウンを決めました。リターナー19番リターンしましたから右オープンを独走、そのまま相手ディフェンスを抜き去り一気にエンドゾーンに駆け抜けてタッチダウン。リードエフォートエールズ6点獲得。素晴らしいキックオフリターンタッチダウンを決めましたのはリードエフォートエールズ19番の左近、摂南大学出身。そしてトライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーに挑みます。このキックを24番の小林見事に決めまして1点追加、リードエフォートエールズ7点、トライスターズ0点。まずエールズがキックオフリターンタッチダウンで先制としました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り、ボールを相手陣得点エリアエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、そしてプレースキックによりゴールポストの間に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、野球場側のタッチダウンですと6点が入ります。さらにタッチダウンはこの後にもうワンプレー、ビデオ撮影するネットを閉めるようお願いします。この大会本部タッチダウンの後のワンプレーでキックを決めますと1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。地球閉めてもらうようお願いします。これにより自殺点による2点という得点もあり、アメリカンフットボールの得点は大きく分けて2点、3点、6点、7点、8点となります。この積み重ねにより得点が構成されており、引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は得点を挙げたエールズのキックオフにより試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。従いまして失点した側が次の攻撃を得やすい状況になります。さあトライスターズリターンに入ります。しかしこのリターンはエールズのカバーが良く、トライスターズ陣30ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置からトライスターズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれている競技です。サッカーとは違い野球のように攻撃と守備があります。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤードを前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはトライスターズの攻撃、ボールオン自陣30ヤードからファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。キュービーさん、ここでクォーターバック19番パスを投じようと後ろに下がりましたが、これを見計らいエールズ59番と79番が吸収、77番キュービーサックパスを投じる前にロストしました。これによって約20ヤード以上下げています。素晴らしいプレーでキュービーサックしましたのはエールズ77番の前田、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズ
失礼しました。トライスターズ自陣9ヤードからセカンドダウンロングの状況となります。ここでホイッスル。チームタイムアウト。トライスターズ、ここでトライスターズ前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。トライスターズまだ開始早々でありますが、状況があまりにも急転しているため、ここで一旦落ち着かせるため、ここでタイムアウトを取った模様です。トライスターズセカンドダウン20-31の状況に挑みます。2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新は最初の位置から逆換算しまして31ヤードの前進が必要です。ここでトライスターズはオプションプレーを選択しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックが持つかの選択するプレーです。ここはクォーターバック19番自ら持ちまして右オープンへの展開。しかしこのランによるゲインは1ヤードにとどまっています。ランをしましたクォーターバック19番は久保田、京都大学出身の44歳のルーキープレイヤーです。トライスターズサードダウン30、非常に厳しい状況の3回目の攻撃に入ります。ここでスクリーンパスを選択しました。スクリーンパスはロングパスに見せかけ手前側にいるレシーバーにブロッカーをつけて走らせるパスプレーです。これを極めまして29番キャッチアンドラン図りましたが、しかしエールズ対応してフォースダウンに変えています。トライスターズフォースダウン20、パントフォーメーションに切り替えます。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。しかしキックにより陣地挽回を図る、その選択をしました。このパント絶妙の滞空時間と転がりを見せエールズ陣の34ヤード付近でボールデッドとなりました。トライスターズ13番の中塚、ここで素晴らしい仕事をしたと思います。これによりまして攻守は入れ替わります。今度はエールズの攻撃に変わります。パントは先ほど申し上げました通り攻撃放棄となるプレーですが、そのキック力によって大きく陣地挽回を図れます。これにより一旦トライスターズ間を取る形を取れました。そして今度はエールズの攻撃となります。エールズ自陣34ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新に必要な距離は10ヤード。さあまずは中央へのランプレーとしました。ランニバック34番託され中央突破を図りましたが、これはしかしトライスターズ78番が見事に対応しまして、このランプレー1ヤードのゲインにとどめています。キャリアの34番は八木、近畿大学出身のプレイヤーです。エールズ自陣35ヤードからセカンドダウン9、最初の位置から残り距離9ヤードの前進が必要です。さあ再びランニングバック34番に託しました。今度はハンドオフから左オープンに展開、タックル受けましたが約7ヤードのゲインとしています。倒れたところまでが攻撃1回となりますので、次が3回目の攻撃になります。エールズ自陣42ヤードからサードダウン2、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新の必要な距離は残り2ヤード。さあ中央へのプレー、ナイスダウン、ファーストダウン。
エールズ好調なランニングバック34番に託し中央突破させました。これに応え34番見事に攻撃権更新です。エールズファスター、見事攻撃権更新果たしました。エールズ34番は八木、近畿大学出身。エールズファーストダウン10の状況になります。ナイスダウン、ファーストダウン。今度はランニングバックを4番に変えまして、4番中央突破、見事なステップワークで右オープン展開し攻撃権更新です。エールズファーストダウン、見事なラン決めました。エールズの4番は信弘、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。失礼しました、信弘はクォーターバックでした。素晴らしいランでした。さあ今度はランニングバックに託します。中央へのランプレー、キャリア24番中央突破を図られましたが、しかしこれはトライスターズ踏ん張りました。しかし2ヤードの原因としています。キャリア24番は小林、京都工芸繊維大学出身。エールズセカンドダウン8、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は8ヤード、ボールオン相手陣30ヤード。ナイスラン、ファースター、ランニングバック34番トスを受け左オープンに展開、見事なチェンジオップペースで相手ディフェンスを置き去りにして左オープンを独走、大きく攻撃権更新としました。リードエフォートエールズファースター。ランニングバック34番は八木、近畿大学、本日大活躍の走りを見せております。そしてエールズ相手陣9ヤードに入りまして、ファーストダウン2ゴール、エンドゾーンまで残り9ヤードのシチュエーションに挑みます。さあ再びランニングバック、今度は24番にトスして右オープンを使わせました。果敢に突っ込みまして24番、約4ヤードの原因としています。ランニングバック24番は小林です。京都工芸繊維大学出身。ヘールズ相手陣5ヤードからセカンドダウン2ゴール。さあトライスターズこの状況抑えることができるでしょうか。さあ再び今度は中央ランプレータッチダウン。ランニングバック34番ハンドオフを託されて中央突破を図りました。味方ブロッカーを突くように一気にエンドゾーンに流れ込んでタッチダウン。エールズ6点獲得です。見事タッチダウン決めました。エールズ34番は八木、近畿大学出身の八木がここで素晴らしい走りを見せ2つ目のタッチダウンを取りました。そしてトライフォーポイントのキックも決まりまして1点追加、リードイフォードエールズ14点、トライスターズ0点。序盤からリードイフォードエールズが怒涛の攻撃を見せまして、タッチダウンを重ねる形で試合が始まっております。序盤勢いづいたこの状況をトライスターズ食い止めることができるでしょうか。その得点を挙げました
リードエフォートウェールズのキックオフで試合再開となります。さあトライスターズリターンに入ります。しかしこれをエールズ凄まじいカバーによりまして、このリターンほとんどさせない状態で抑えました。しかし攻撃権はこれでトライスターズに移ります。トライスターズ自陣25ヤードからの攻撃に入ります。マカ様、何かご質問があったようですが、すいません、配信の方で専念しておりましたので質問を見落としておりました。内容によりますが、できましたら節度ある形で、また逆に忌憚なくご質問いただければと思います。トライスターズ自陣26ヤードからファーストアンテン、中央へのランプレーを選択しようとしました。キャリア21番、託された瞬間、しかしエールズディフェンス陣殺到しまして、このランプレー3ヤードロスという形になりました。トライスターズセカンドダウン13、3ヤード下がりましたが、状況打開なるでしょうか。ここでボールがファンブル、ターンオーバー。トライスターズここでオプションプレーを選択しましたが、この時にクォーターバック19番ボールをファンブル、ファンブルしたボールを抑えましたのはエールズの59番でした。したがって攻守交代です。ターンオーバー、見事ファンブルリカラーしましたのはエールズの59番、原龍谷大学出身のプレイヤーがここで素晴らしい仕事をしました。結果エールズは相手陣24ヤードからのファーストダウン10となります。さあまずランプレーから入りました。ランニング枠34番トス OK 右オープンに展開、相手タックル受けましたが約6ヤードのゲインとしています。エールズセカンドダウン4、ボールオンは相手陣19ヤード。今度は中央へのランプレーです。キャリアは24番、巧みなステップで中央を突破しまして攻撃権更新です。エールズファースター、何枠24番は小林、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。ボールオン相手陣13ヤードからエールズファーストダウン10。さあ今度は左オープンをつきます。ラニワック34番トスを受けて左オープンに展開、約4ヤードのゲインとしています。キャリア34番は八木、近畿大学出身。ボールオンは相手陣9ヤードの位置にあります。終了、ここで第1クォーター終了です。
第1クォーターは終わりまして、リードエフォートエルズ14点、トライサーズ0点で攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。